RCEP ・東アジア地域包括的経済連携について梶山経済産業大臣はあす大詰めの閣僚会合を開き大筋合意に向けて最終調整することを明らかにしました。は日本や中国、韓国国韓とアセアン加盟国などの間で、 関税を撤廃・削減したり、電子商取引などのルールを整備するもので、2013年5月以降、交渉が続けられてきました。去年、交渉を離脱したインドを除き、15日に開かれる首脳会合で大筋合意し、署名する方向で最終調整が行われています。合意すれば、日本は中国・韓国を含めた貿易協定を初めて結ぶことになります。